はい、どうもこんばんは、バイソンタケと店長の宮田さんです。今日はですね、ここにいいやつ見てもらえばと思うんですけど、ブラックボードチョッパーショーということで、今週末ですね、はい、ジョイツお願いします。暑くない？暑い、やばいよね、めちゃめちゃ暑い。タケなんてもうあれじゃん、あの昨日海行って日焼けしちゃってるから顔がこんがりだね。なんで知ってるんですか？それはもう通達がタケ彼女と海に行くっていう、しかもみんなに内緒でインスタも何だったっけ、ストーリーも一切上げないっていうのがなんか今回ってきてバレた。だからバイク上げじゃないもうそんなのはどうでもいい。バイクも戻ってきた。そうだね、バイク戻ってきたもんね、はい、まあそうそう、それもあって、はい、とりあえず、ジョインツが8月8日今週末の日曜日、9時半から16時だね、はい、開催しますと、それでまあ当然前から言うようにうちのバイスクロージングも出展するし、今年もブラックボードチョッパーショーっていうバイスで企画してるちょっとしたプチイベントみたいなのも開催するので、まあ、その辺の内容はあの以前放送した内容で見てもらえれば分かると思いますの で、はい、で今日はそのブラックボードチョッパーショー、一応まあ、ね、会場でブラックボードチョッパーショーってショーをするので T シャツ今年も作りました、はい、今年はこの色、白にこの色と黒にこの色です、はい、で去年も一応作ったんですけど、まあ、去年にパッと見似てるなっていうふうに思う人はよく見てもらうと微妙に色違いなんで、まあね、今年まさかこの本当にやるなんて思ってなかったから急遽作ったからあんまネタがなんて去年とほぼ一緒っていう、ただここがファーストじゃなくてセカンドになったって、セカンドになってるってとこが一番違うかな。あとこのカバン、ウェブリニューアルだったっけ、ウェブリニューアルで限定50個作ったカバンなんですけど、まあ、はい、今ご予約いただいてる方は明日明後日ぐらいに発送するんですけど、はい、バイスとして販売するのが一応ジョインツ、さっき言ったジョインツで先行販売しようと思ってますこのカバン、はい、なんでまあジョインツ来る人は、まあ、せっかくだしって思うね、まあね、ブラックボードチョッパーショー来たから見に来たし、バイスの T シャツ買って、ブラックボードの T シャツ買って、さらにこれに強引に詰めて帰ればもう、うん、ね、はい、まあ、ちょっとちっちゃいんでこのようにサイズが、うん、使い勝手はすごいいいと思うんだけど、 T シャツはさすがに1枚しか入らんね、まあ、携帯だったりとか、そう、携帯タバコ余裕でしょこれ多分、はい、余裕だよ。でまあ、あのバッジつけてるんですけど、このバッジも今回は1個、ああお好きなやつ1個つけますって感じでやってるんで、はい、見えねえかな、あのバッジも1個おまけでつけます、はい、まあ、そんな感じで、タケのバイクもさっき言ったように戻ってきたんで、はい、まあ、この T シャツ着て、はい、このカバン持って、バイクで走ってみようと、はい、何の意味があるのかわからないけど、とりあえず走ってみよう、はい、と思ってるので、とりあえず週末のジョインツ、はい、皆さんもバイクで、来てくれたらいいななんて思ってますので、よろしくお願いします。T シャツもよろしくお願いします。では、とりあえず走ってみようか。はい、行ってみましょう。はい、はい、撮った。今日、ショウ君、タケが、映像撮れないから、はい、ショーンズ、はい、正しい名前はね、ショーンズモーターサイクルの、はいはい、ショウ君、はい、ショウヤくんが、はい、撮影をするありがとうございます。新しい展開にちなみにこれは彼女のバイクなんでしょう。そうですね、そう、はい、今回ブラックボードチョッパーショーの中でも女子6台ぐらい置かせてもらうんですけど、中の1台なんだね、この中で1台、はい、あのそのバイクを今日はこのバイクを撮るじゃなくて撮影に来てもらったお願いします。はい、お願いします。携帯電話これちょうど入ってどこに入れるのか正しいの。チャックがいっぱいあってさ、1箇所、2箇所、3箇所もあるから、一番手前がすっぽり入るっすか。ここここだ、バッチリ。あばみたいだね、この分厚さと、なんかバレンタインって感じ、なんか俺の中の。でさ、ちょっとここ注目してもらっていいですか。これバッティサイクスのパクリですね。いやバッティサイクルスのパクリだ。俺見たもん、あれバッティサイクルスね。ついてます。行くぞ。Ooh.
バイクはジョイスで、ナミちゃんのやつはブラックボードで、お前が作ったやつが当たられる。そうです、はい、僕も作ったやつがあるんで、ショーンズとして出します。1台何出すの？僕 XL125 ってやつなんですけど、国産車ですね。この前乗ってたやつ？そうです、あのメッキペイントのやつです。そうですね、早めに中に入っちゃうんですよ。なんだかんだ言って外ではもう楽しいけど、外にいたら熱中症になるから一旦中入ろう。中入ればさ、今回ブラックボードのブースの中には冷たいドリンクなんてあったりするかもしれないけど、はい、ね、来てほしいよね。中で涼しいんでおしゃべりするっていうのもいいと思うんで、まあ、あとタケの前にもできたことだし、はい、あのバレンタインデーってなって、なんでだろう、なんかその時も名前がいいですよ、ね、はい、よくわかんないけど、T シャツもバッグも初めてバッグで購入してたけど、楽だね、これだってね。なんで、まあ、あの、とりあえずジョインツ、皆さんお待ちしてますので、お願いします。じゃあ、バイバイっす。バイバイ。紹介ありがとう。ありがとうございます。